はいどうも、フメデオです。今回ですけど、明日新ガチャガチャが、情報解禁されるんじゃないかなということで、予想していこうかなと思います。今現在はですね、最新ピックアップガチャが、来てまして、はい、サンタジャックとかスクルージーとかが、来てるピックアップガチャですね。でこちらがですね、12月14日木曜日10時59分までということで、それの前日、明日13日水曜日に、情報が解禁されるんじゃないかなと思いますということで、次何が来るかっていうところなんですけど、これ今までこのピックアップガチャまではですね、去年と全く同じスケジュールなんですよ。でちょっと去年の方を見ていくんですけど、去年と全く同じだったんですよね、スケジュールが。日にちも多分全部同じっす。はい。ということで、新ツム来て、第1弾セレボ来て、第2弾新ツム来て、第1弾ピックアップガチャが来たと。ここずれてますね。ここだけずれてるんか。はい。っていうところで、じゃあ次何が来たのかっていうところで言うとですね、第3弾セレボが来てます。第2弾だ。第2弾セレボが来てます。その後3種新積む確率アップで、その後第3弾セレボが来て、3種新積む確率アップ、第2弾ピックアップガチャという流れで来ております。で、まあ、次来るのであれば、やっぱり、セレボか、新積む確率アップかなとは思うんですけど、まあ、多分、この3種新積む確率アップって、この月末、ここにも多分来るんですよ。なんで、まあ、どうかなっていうところはあるんですけど、まあ、ペアツム、今回ね、新ツムで登場してるんで、まあ、残り2回は多分、新ツム確率アップが来ると思いますので、まあ、そこはね、入れておかないといけないんですけど、まあ、でも、スケジュール感はこんな感じかなと思います。はい。ここが前後する可能性はあるんですけど、はい。まあ、一応そんな感じです。で、それではですね、再生リストの方見ていきますけども、はい、特に更新はございません。ディズニーつむつむチャンネル更新ございませんよと。中身はピックアップガチャが1本で、セレボは1本かな、はい、っていう形です。この情報だけ見るとセレボあと1回なんで、まあ、この第3弾セレボっていうのがなくなってくるんですけど、はい、まあ、また途中で入る可能性もあるんでね、まあ、そこはとりあえず、はい、こんな感じです。でディズニーゲーム公式は特に、はい、ありません。更新がありませんよというところになっております。はい、っていうところでですね、まあ、次何が来てもというか、まあ、新積む確率アップだったら、まあ、ジャック&サリーがね強いし、デビッシュのアーシャに関してはね強化されて強いしね、確率アップは確率アップで熱いんですけど、まあ、セレボはセレボでね結構熱いのが来るんじゃないかなと思っております。はい、っていうのもね、ホリデーティンクがね、まあやっぱり今月復活すると思うんで、まあセレボで、まだホリデーティンク復活しないんで、まあ、ここでワンチャン来るんじゃないかなというところ。一応去年の12月のセレボとかも見ますか。ここか。去年のセレボなんか雪エル、そう、雪エル来てたんですよね。で、アナ雪シリーズが3年、4年連続ぐらいで、来てて、雪エルは2年連続復活してたんかな。はい。っていうところになってます。あとは一応ペアツンも復活してるんで、 DA& バズが、まあ、ペアツムなんか復活するかもしんないですね、三が日前に。はい、ペアツムがねワンチャン来るんじゃないかなと思ってます。ペアツムっすねっていうところかな。まあ、ペアツムで何が来てほしいかって言われると、まあ、なかなか難しいですけどね。ラインナップ的には。はい。で、新ツムの絡みで言うと、まあ、ウィッシュはまあ、ちょっと無理やん。予想とか、まあ、新ツム絡みっていうと、もう、ないじゃないですか。なんで、まあ、ナイトメア。まあ、でも、ナイトメアも一応最新ピックアップガチャ、今開催中のピックアップガチャで、
おサンタジャックとかゼロが来ちゃってるんで、まあ、残りのですね、ヴァンパイアデディとかロックとか、ロックだったっけ、あの辺が、まあ、個人的にはセレボで来てほしいんですけど、はい。まあ、そこが来てくれたらなっていうところですね。はい。っていうところで、まあ、個人的にはナイトメアシリーズか、まあ、ペアツムの何かが復活、か、アナ雪シリーズ、ユキエル、アドアナ、あたり、共通が入ってくるんじゃないかなっていうのが個人的な予想。あと、ホリデーティンクか。強い枠で言うと、まあ、ホリデーティンク。まあ、その辺が、まあ、セレボで、来ると、まあ、いいセレボになってくるんじゃないかなと思います。まあ、ただ、それが来ても三が日セレボの前だとね、まあ、ちょっとなかなかきついところがあるんですけどね。はい。ということで、まあ、皆さんのね、予想もぜひ、教えてほしいです。はい。っていう感じで、まあ、そうっすね。セレボ、まあ、去年と同じ流れでセレボで、来るんじゃないかなとは思うんですけど、まあ、三が日前に、激アツが来るかもしれないんでね。はい。まあ、引き続き、コイン稼ぎ頑張りましょう。そもそも新ツムがね、マジで強いんでね。こう、若干サリーは本当に確保しておいた方がいいと思いますし、コイン稼ぎはね、引き続き頑張りましょう。ライブもですね、今、皆さん、一緒にやっておりますけども、コイン稼ぎね。最近、縦配信やってるんですけど、ライブで。縦配信だと、YouTube プレミアム入ってなくてもですね、無料でそのピクチャーインピクチャーが簡単にできるんで、それでですね、コイン稼ぎしながらライブも一つのスマホで簡単にできるんで、ぜひですね、遊びに来てほしいです。はい、ということで登録よろしくお願いします。最後までご視聴ありがとうございました。